なんだこれは。あ、それドラゴン殺しだよ。昔国王から不令があってな、ドラゴンを撃ち殺せるような剣を献上しろと。そこで俺は鍛えてやったのよ、言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら本当にドラゴンを殺せるんですか？ドラゴンってのがいりゃあな。おめえのお友達は何やらドラゴンとでもやり合おう形相だな。やつには二の勝ちすぎる相手なんじゃねえのか。ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぜ。うちの父ちゃん名工とか言って町じゃすんごく有名なんだから、何でも作っちゃう天才だったんだ。すごい。リッケルトもやってみたら？父ちゃんに教えてくれるよう頼んであげる。何も考えずに殺し尽くせばいい。左手の義手、ずいぶんごっついが。リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。置いてってもらおうか。この場から取っとと。
言っておる。死ぬのはてめえの方だ。待った。命乞いか。もうせえ、今更聞けねえよ。ああ、どうやらそうみてえだ。もうせえ、大砲だと。なんて真似しやがんだよ。ったく、来てた、化け物。楽印が薄く、亡者ども早速来やがったな。Oh!
ざわざ生き残るかよ。何も考えずに殺し尽くせばいい。かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。あ、そこのお兄さん、助けてよ。なんだお前。あ、見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか。こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。なっ、このチメ。てめえこいつの仲間か。いや。ねえ、そんなこと言わないで助けてよ。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらおうか、黒い剣士さんよ。面倒だな。頼まれてくれないかな。黒い剣士が来た。それだけでいい。おいてめえ、仲間に何してくれてんだ。盗賊団の修行は人質を取ってるの。でも誰も帰ってこなくて。ペラペラうるせえな。俺に関わんじゃねえ。
ありがとう。殺されるところだった。黒い剣士を殺せ！奴が俺たちの仲間をやったんだ！食われてしまう。狩猟は人を食うんだ。人間のすることじゃねえ。すべて焼き払え。黒い剣士を炙り出すんだ。これじゃみんながねえ、助けてあげられないの。俺はただ奴を見つけ出し殺す。他のことは知らない。自分の命さえ自由にできないなら死んじまえばいいんだよ。ありがとうございます。黒い剣士、やりやがれ。いや、道が塞がれちゃったよ。
ら人をつけ狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに立てつこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない？貴様はゴッドハンド、5人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク、それは剣というにはあまりに大きすぎた。
大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。あー、いたいた。よー、元気？チビ、なんでお前がここにいる？パックだよ、名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。お前に言えた義理かよ。悪いけど俺にはペットを飼うつもりはないぜ。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ、お前らエルフってやつがさ。なんでだよ。弱いからさ、ムカつくんだよ。弱いやつを見ているとひねりつぶしてやりたくなるね。ガッツ、首んとこにある紋章みたいなの何？烙印だ。こいつが悪霊を呼び寄せる。奴らは生贄を求めてどこだろうと現れる。生贄？過去に何があったんだろう。一体何がガッツをこんなにさせたの？何も考えずに殺し尽くせばいい。
やり合おうぜ。体をよこせ。裏が話すまでは。まずいよね、これ。その戦いなんだよ。
吐き出していい気分だぜ。まだついてきてやがんのか。何しようが俺の勝手じゃん。まあそうだが。それにしても会うたびにボロボロだね。俺が直してやろっか。目障りだ、消えろ。ガッツ。最近黒い剣士っぷりが板についてきたんじゃない？うるせえ、そういうもんじゃねえよ。結構気に入っちゃったりして。獣どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ。邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は何を考えておられるのか。ガッツ、何とかしてあげられないの？やりてえならお前がやれよ。そんなこと俺にできるわけ。だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。力のあるやつに従ってりゃいいんだ。ガッツ。この痛み、近くに奴らの仲間が。
町のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。私はあんな冷酷な人じゃなかったのに。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。化け物だと。この先に城の抜け道があるのに。痛い、痛いよ。首よ、伯爵の首よ。私たちの恨みをさあ一緒に。ふざけるな、俺は貴様らの仲間なんかじゃねえ。これは俺の戦いだ。血と肉を持ったこの俺のが。
自分でやりやがれ。ガッツ、なんでそういうことばっかり。城に乗り込む。役立たずは帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。頼んだぞ。いかん。おとなしく投降すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。床から出てきた。
戦士として一流というわけか。この私に勝てる道理はない。俺を止めたきゃ貴様と同じように頭を砕くか心臓を潰すんだな、なめくじ野郎。許さんぞ許さんぞ打ち切れねえ。世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、五人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるねこれ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それとも